さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。お願いします。さあ、お化け屋敷、はい、夏が来ましたけども。いやー、怖かった。ですね、あの又吉さんはね、この記者発表会の前に体験していただいて、はいはい、お前出る側でやったんだろお前。いや僕お化けちゃいますから、体験したんですけど、まさか自分からこんなに大きい声が出るとは思わなかったですね。あの外まで又吉さんの声が響き渡っていたという。いや怖い、これは。お化け屋敷とかは大丈夫ですか？いやもう俺はにもう大の苦手で、うん、本当に子供の時にあの本当それこそ後楽園遊園地で行ったっきり多分行ってないですね。怖いの苦手なんですか？もうあのホラー映画とかも絶対見ないですし、うん、なんであの僕が一人で行くことになったんでしょうか？そうなんです、この後ですね。そうなんです、綾部さんには一人で、はい、あのカメラをつけていただいて、うん、まあ、一組目の体験者、まあね、又吉さんも体験されてますけど、はい、正式なお客様第1号ということでちょっとこれ一人はもうほんまに怖いで。いや本当だからね、スタッフさんに、いや今ねもう言ってもね、今日も芥川賞の発表がありますし、はい、今時の人なんで、もう先生に一人で行っていただいた方がいいんじゃないですかって言ったら、もしもの時があったら嫌なんで綾部さんなんですって言われたんですよ。どういうことなんですか、ま、って言って、ね、万が一があったら困るので又吉さんに ね、今日はちょっと綾部さんにじゃあちょっと先生お願いしますよ本当に、すごいよこれは。さあ、じゃあもう早速ですね、綾部さんにはご準備を。本当やなんですけど。あ、ちょっとその前にですね、五味さんの方からこの呪い指輪の家、はい、ミッションがあるんですよね。そうですね、はい、今回のミッションはこの、あゆ子というこの女性ですね、彼女の指にあの指輪をはめてきてください、これがお客様のミッションになります。なるほど、ですから、じゃあ、あの綾部さん頑張れるためにこの人の年齢設定とかしていきます？この人のために行くみたいな。おいくつぐらいの設定なんですか？これはあの20代前半ぐらいの女性です。それをもうちょっと上げていただくということはできますか？そうですね、一応熟女に見立てて50代半ばっていう設定でいきます。じゃあそうしましょう、そうしましょう、はい、いや逆に怖いわイメージして50代半ばの子ってはめてって言われたらもうめちゃくちゃ怖いですよ。設定も怖いですからねこれね、はい、そしたらですね、この指輪を彼女の指にはめてきてください。いるんですか？います、います。あゆこさんのね、はい、待ってよ待って、これちょっとあの本当怖いよなんか変な感じになるかもしれませんけど、記者の皆さん温かい目で見てください。あの本当に俺は苦手で、はい、もう一手一手とかなしにしましょう。あ、全部ここに映し出されますからね。ちゃんとリアルなリアクションするってことね。本当に俺は、はい、怖いんで、はい、ここに綾部さんの顔がずっと映ってますから、うん、なんかもう記者の皆さんも怖いもん、なんかすごい、まあ、ビビりすぎてなんか懺悔とかわけわからんこと言い出すなよ。いや大丈夫だ、言わねえよそんなの。じゃあ行きますか。はい、いいですか。じゃ あの CCD をつけていただいて、はい、準備の方お願いします。じゃあ行ってきます、すいません。はい、お願いします。お願いします。いやーこれは怖いですよ。はい、さあ、又吉さんは先ほどね、はい、あのゴミさんと私も一緒に体験させていただきましたが、どうでしたか？いやむちゃくちゃ怖かったですね。又吉さんお化け屋敷とか行かれます？僕あんまり行かないんですよ、はい、僕もやっぱりあの子供の頃になんか関西の方のなんかそういうとこ行った時にこう入り口の雰囲気でもう怖くて、はい、そこからも入ってないんですよ仕事で何回か入ったぐらいで。特にこれはもうほんまに怖かったですね。ねえ、あの思わず叫び声が上がってましたけど、はい、こんなんなんやと思いました。あ、そうです。あの僕が予想してたやつと違いますね、はい、予想、どんな予想されてたんですか？子供の頃お祭りとかで、はい、あの地元の人たちがやってるお化け屋敷とかあるじゃないですか、ええ、ああいうのってなんかすごい好きだらけじゃないですかちょっとタイミング遅れたりとか、ええ、そんなんがもう全然どっから何が来るかわからんね状況で、はい、物語性があるでしょう。そうです、それがすごい怖いんですよね。やっぱりこうそういう物語をこう聞いて入っていくと、はい、どん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 彼女に対する思いが生まれてきますから、はい、それは怖いですよね。怖いですよね、これはどういう、どう物語的にはどういう、はい、物語、こちらだと、はい、あのお母さん、亡くなったお母さんからその指輪を授かったあゆ子という女性が、はい、結婚するときにその木崎という男、その男にですね、はい、あのお母さんの指輪を外して自分の指輪をはめようとするんだけど外れないんですよ、お母さんの指輪が、うん、で、彼がこう力を込めすぎたためにその彼女の指を折ってしまうと、はい、で折った指からは
指は外れるんですけども、結局彼の指は入ることがなくて、結婚生活ももういかずで、やがて彼はその大好きな、彼女が大好きだったピアノを使って彼女の指を全部折ってしまい、でその挙句に彼女は憔悴して亡くなってしまい、で彼女のその怨念が木崎を取り殺し、そして今でもこの中をさまよっているので、彼女を成仏させるために指輪をはめてきてくださいっていう、そういうストーリーが、はい、木崎っていう男もいましたもんね。いました見ました。すげえ怖かった。じゃあ悪いやつですよね。悪いやつですけど、それ全部考えたんですよね。ストーリーはいつもゴミさんが考えられるんですか？そうです、全部僕が考えます。